ゆたです。今回は愛車紹介なんですけれども、こちら、インプレッサの GDB の方なんですけど、今日、茂原サーキットに来てるんですけど、茂原のね最速の GDB の、多分僕の動画よく見てもらってる方はお気づきだと思うんですけど、去年本庄の壮行会で一緒に走った方なんですけど、ちょっと詳しく愛車紹介をね、いろいろ変わってるんで、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、こちらが、オーナーの直人さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ちょっと外装から見せてもらってもいいですか。はい、どうぞ。はい、まずじゃあ大きく変わってるボンネットですね。ボンネットこちら、はい、ちょっと白っちゃけちゃってるけど、バリスのボンネットで、はい、冷却性能を上げるために、このもう網も取っちゃって、本当にさっきと完全に見えちゃってますね。完全に見えてる状態で、はいはい、はい、極力空気が抜けるようにしてますね。なるほどですね。一応あとボンピンもみたいのもついてますね。はい、はい、これは一応車検に通るようにフラットになるお皿が売ってるので、昔ながらのボンピンですけど、はいはい、ちゃんと保安基準に適合するようになってます。そうなんですね。はい、そういう一工夫。あとバンパー変わってますね。バンパーはそうですね。スーパー耐久で当時使っていたドライカーボンバンパーになってますね。はい、じゃあかなり軽いですか。軽いです。この1本で3キロぐらいしかないのかな。めちゃくちゃ軽いですね。で、クリキ用に、はい、フィルも塞いじゃってあって。ああ、なるほどですね。で、下のダクトが、はい、こうラジエーターの開口面積までぐわっと広がるように、はいはいはい、防風板みたいになってますね。結構じゃあ考えられて、そうですね、いますね。これつけてて、まあグリル開いてないけど全然街乗りしてても冷却性能問題ないし、あ、そうなんですね。高速だともうオーバークールになるぐらい、ああはいはい、非常に冷えるバンパーですね。結構戦いの傷がそうですねありますね。そんなに車高を低くしてるつもりはないんですけど、やっぱり茂原、はい、遠赤高いのと、はいはい、着地した時にやっぱりどうしても擦っちゃうので、はい、結構戦ってます。ああそうですね。この穴は何ですかね。ここは、はい、トカチの24時間とかの耐久レッスンの時にフォグがついてた穴。ああなるほど。じゃあ競技の時のあれが残ってるって感じですね。競技の時の名残です。はいはい、こっちはエアジャッキ。ああなるほど。はいはいはい。なるほど。反対側は牽引服ですかね。はい。じゃあちょっと横に回って。で、はい、フェンダーはノーマルですか。フェンダーはノーマルです。ノーマルで。ただところどころ、はい、内側のいらないボルトを外して、はい、ちょっと膨らませて出してますね。あ、そうなんですね。タイヤサイズが 9.5J のプラス30なので、はいはい、ちょっと出さないとやっぱり、あ、なるほど、厳しいので、はいはい、あんまり純正の感じ、感じを崩さないようにして、ああいいですね。はいはい、ちゃんと太いホイールが入るようにして、はいはい。で、ブレーキですよ。これはエンドレスの、エンドレスのモノ6スポーツっていうやつですね。はいはい、まあ、当時 街乗りで BBS 履いてたのもあって、はい、レーシングモノ6だとどうしても出面が増えちゃうので、あ、入らないっていう理由と、はい、レーシングモノ6よりも 400g ぐらい軽いんですよね、1個頭。あ、そうなんですね。そういう理由もあって、はいはい、じゃあ使い勝手的にはこっちの方がいいやということで、モノ6スポーツにしてます。ローター径は370倍なので、はい、まあ、どこの先足しても問題ないようにはなってますね。はいはいはい、とホイールも変わってますね。ホイールは、はい、これも非売品なんですけど、はい、スーパー耐久の、なるほど、スバルチーム洗いで出てた時に、はい、はいはい、実際に履いてたホイール、そうなんですね。使わないので、はいはい、譲り受けて、そうなんですね。タイヤは 050GS で。050GS で。はいはい。はい、アタッカー皆さん使ってる GS。ちょっと今日のはもう中古でね、使い切っちゃってるんですけど。はいはい。はい、普段は、普段っていうかアタックの時はちゃんと新品使って。なるほど。アタックしてます。はい、はい。これドアが変わってるんですよね。はい、ドアが、はい、変わってます。ちょっと見せてもらってもいいですか。はい、カーボンドアになってます。おお。わ、すごい。
引き出しでくるくるハンドルで。あ、窓っすか。窓で。うわ。くるくるハンドル。さすがっすね。おお、すげえすげえすげえ。はい、うわー、すげえ。はい、今時珍しいっすね。珍しいっすね。この年式にもくるくるハンドルないので。ですよね。もっと前ですよね。はい。これは GBB の丸め。はい。くるくるの。あ、そうなんですね。ハンドルを利用して、もう軽くしてます。はいはいはい。ちょっとこのチラッと見えちゃったんですけど、色がなんか3色ぐらいになってるんですけど、はい、ですね。もともと青の車体で買って、はい、で正直青好きじゃなかったので、はいはい、すぐ黄色に塗り替えて、はいはい、で走ってたんですけど、はい、今度はプライバシーがなさすぎて、あ、どこにいても、はい、どこどこにいましたよね、まあ、っていう風になっちゃうので黒くしました、ね、黒に、はい、なるほどですね。はい、じゃあ室内は後で、はい、見させてもらいます。はい、リアもこれ FRP とか。あ、前がカーボンで後ろは FRP。お、あ、すげえ、なんか、あ、窓もないんですね。窓もないです。ええー、うわ、軽っ。1枚 3.5 キロ。3.5 キロ。なので、純正比で15キロ1枚だけ軽量化になってます。うわ、すごいっすね。閉めるとなかなか。音が。すげえ。じゃあウィング変わってますね。ウィングはそうですね。プローバさんの。プローバの。はい。これも当時 GDB で。はい。皆さんが S 隊に参加してる時にプローバさんが作ったウィング。そうなんですね。で、マウント自体は市販用なんですけど、はいはい、このウィングの板自体は S タイムとほとんど変わらない形状してる、はいはい、まあ、S タイルックみたいなやつです、ね、ああ、なるほどですね。いいですね。なんかデカデカとしてるのもいいですけど、こういう決まってるのもまとまってて、ね、いいですね。主張しすぎずですね。よく純正オプションですかとか言われる。ああ、はいはい、まあ、それぐらい控えめにですね。落ち着いてて好きで、はいはい、ずーっと探してて、はいはい、5年ぐらいかな、5年ずっとヤフオク探してて、はい、やっと出てきたんで。なるほど。もうだいぶセッターですけど買っちゃいましたね。あ一番のじゃあお気に入りポイントみたいですけど。あとマフラーってこれどこのですか。マフラーは富士坪の RM01A っていうやつですね。ああ、そうなんですね。車検対応マフラーで、はいはい、まあ、そこそこ抜けも良くて、うーん、ステンだけど重くもなく。あ、そうなんですね、はい、まあ、軽さ命にしてるんでこの車は。はいはいはい。ただ車検というかね、普通に走ってておまわりさんとか気になると、うん、それはそれで嫌なの。そうですね、合法仕様で。いや、もう至って合法仕様でやってますね。あとでじゃあ音聞かせてください。はい、はい、あとはなんかここの、はい、なんか上にルーフのウィングみたいな、これは何ですかね。これは純正でついてるルーフスポイラーで。あ、純正なんですね。本当に純正です。なるほど。ここに何もしない。なんかここはここだけくり抜かれてますね。ここはまあ、ちょっと知り合いの方からこのドア譲ってもらったんですけど、はいはい、後ろが見えねえってので、ああ、なるほど。だから、雑に。加工してあるんですね。加工したって。はいはいはい。ここだけちょっとね、綺麗にしたいなと思ってるんです。ああ、なるほど。はい、なるほどです。あ、あと、リアはまた違うキャリパーなんですね。はい、リアはそうですね、レーシング4。はいはいはい。ですね。まあ普通に、ツーピースの。はいはい。スタンダードなやつですね。はいはい。まあ普通に使えるって感じですね。そうですね。はい。じゃあちょっと内装を教えてください。はい、はい、まずシートは、はい、プロレーサー SBG ハンズっていうやつですね。はいはいはい。まあ見てもらえると分かる通りすごいですね。サーキット用に作られてるシートで、はい、ヘッドガードもあって、はいはい、まあ、結構モバラツイサーキットをね、横 G もかかって飛ぶので、そうですね、まあ、そういった時に、結構助けられてます、ここに。はいはいはい。僕もさっき乗ったんですけど、はい、かなり良かったです。これすごい良かったです。シート自体もやっぱりそんなに重くないし、はいはいはい、やっぱりね、競技で使う前提に作られてるので、シートの強度も非常に硬く作られてるので、うん、はいはい、乗っててね、車の動きも分かりやすくて、そうですね、何より
体が動かないので、長距離乗っててもそうなんですけど、はいはい、サーキット走行で全く疲れないですね。はい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 。はい、僕もそれはちょっと感じました、さっき。で、どうしようかな。助手席が、はい、RSGE ってやつですね。RSGE。皆さん使ってる、はいはい、レカロの標準の。よくあるやつですね。はい、よくあるスタンダードのやつですね、はいはいはい。これも軽量化のために入れてます。あとはハンドルは OMP のタルガってやつで。タルガ、はい。32π の。32π。ステアリングで、ちょっと乗り降りが不便なので、これがワークスベルのですね、跳ね上げ式の土地に変えてますね。はいはいはい、で、あとはと、まあ、あとはそうだな。ノブぐらいですかね。ノブですね。ノブは、洗いモータースポーツ仕様の、はい、なってますね。このリング2つついてるのが意外と滑らなくて、ああなるほど、激しい動きしてる時にもシフト操作しにくのミスがしにくくなってますよね。なるほどですね。はい、ダッシュボードはノーマルですけど、中の配線とかはいらないやつは結構省いて、ああそうなんですね、力軽くなるようにしてますね。はいはいはい。あとはまあ温度計とか、そうですね、追加メーターですかね、ブースト、水温、油温ですね、はい、なるほど、はい、あとはまあドンガラですね。まあそうですね剥がせるところは全て剥がしてますあの板もあれ合成パーツになるんですか。なんかあれは一応機能合成っていう機能はないんですけど、はいはい、やっぱりちゃんとねボルトとかでしっかり止めてあげると、はい、やっぱリアがシャッキリした感は出ましたね。ああそうなんですね、はい、ただの板ですけどちゃんと止めると、はいはい、それなりには効くかなと思います。で何よりトランクと仕切りができるんでね、ただ外しただけじゃないっていう見た目も重要だと思うので、はいはいはい、はい、確かに、はい、足元とかも全部入っちゃってます。なんかこのパイプみたいのって純正なんですか、はい、これは純正です。あ、純正でついてるんですね。はい、へえ。外して走ったことはないけど、でもまあメーカーがこんだけのものつけてるんでまあ意味はありそうですね。意味はありそうだし、外す意味あれもないかなと思ってつけてますけど、はいはい。本当はなんかそういうところもアルミとかで軽く作れればもっと車が軽くなるのかなと思いますけど。ああそうですね、今後はそういうとこやっていきたいですね。はい。はい。じゃあちょっとこのすごいエンジンルームを見させてください。まず、エアクリーナー。はい。これはレイルさんのボックスにちょっと遮熱のテープを貼って、はいはい、中はアペックスのエアクリーナーになってますね。はいはい。これはセットでステーブルついちゃってきてる専用品なので、はいはい。それを使ってます。で、まあ、この部分、パイプの部分は、はい、よく皆さんがつけてるゼロスポーツのやつ。ああ、なるほど。これはちょっと前オーナーからの引き継ぎ品なので、はいはいはい、そのまま使ってます。そうなんですね。で、透明さんの、なんだっけ、サクション?はいはい。サクションパイプ。サクションパイプですね。はいはい。あと、で、タービンは GT3 アレスタービン。ああ、になってます。HKS さんの。HKS さんの。はいはいはい。で、インタクラも。インタクラ結構目立つんですけどね。これ結構新しいやつですよね、最近の。ね、最近、去年の暮れに出たのかな。やっぱどうですか、効果って。原車セッティングの時に、前の仕様から比べてもう15馬力ぐらい上が伸びてますね。あ、じゃあ結構効果ありますね。効果あります。吸気温度も僕の場合はコンピューターの制御をちょっと変えてて、はい、ノーマルコンピューターなんだけど、インテークマニホールドの中の温度を測れるように、基板を改造してるので、はいはい、それでデータ取ったんですけど、はい、メーカーの交渉では20度ぐらい下がるっていう、吸気温度が、はい、20度ぐらい下がるっていうデータで出してたんですけど、はい、実際15度ぐらい、吸気温度がやっぱ下がってまして、はいはいはい、それもパワーに貢献してるのかなと思います、はいはいはい、VAB 用を加工して、ああなるほど、なるほど、ステップをちゃんとワンオフで作って、VAB につけてますねDDB の方はクラチのマスターのリザーブタンク、はいはい、移設すればそれだけでついちゃいます。ああなるほど、ちょっと場所が邪魔になるってことですね、はい、そうですね、はいはいはい、またこのぐらいの位置にあるので、はいはい、それを移設してあげることによって VAB をこれ利用できるので、なるほど、非常におすすめです。
これじゃああれですか、もしかしてタワーバー取ってるのってインタクーラーの。ああ、そういうわけではないです。そういうわけではないですか。必要ないなって感じですか。ちょっと違う、タワーバーを取った時に曲がる方向に動くのか、はい、それとも曲がらなくなるのかっていうのが気になってたので、はいはい、一回外してみたんです。ああ、なるほど。はい。なるほどです。ラジエーターはシムスさんのラジエーターになってます。はいはい、シムスさん。はいはい、普通に売ってるやつですね。はいはい。クランクフーリーは軽量なもので、アライモータースポーツの。はいはいはい。なるほど。あとこのバッテリーなんか軽そうっすね。これ軽くはないんですよ。あ、そうなんですね。このサイズのバッテリーとしては標準的な重さなんですけど。はいはい。プティマバッテリーって言って、はい、結構放置しても割と全然バッテリー上がんなくて、へで、パワーも結構、クランキングの時とか、はいはい、必要な時にバッと、はいはい、しっかりパワーを出してくれるバッテリーなので、はいはいはい、この車は正直あまり乗らないんですけど、ああ、なるほど。放置しても全然一発でエンジンかかるので。じゃあ、こういう、用途に合った。そう、あまり乗らない車にも合ってますし、はいはい、オーディオやってる車とか、はいはい、あとはね、そういうアンプつけてる車とか、ああ、なるほど。にはこういうバッテリーがいいのかなと。なるほど。はい。あとはオイルキャッチタンク。オイルキャッチタンクですね。これはクスコさんので。あんまり出ないですか？出ますか？出ないです、ね。あんまり出ないですかね。エンジンオーバーホールしてからは全然出ない。ああ、なるほど。はいはい。あ、そうだ。エンジンは今どんな、仕様になってるんでしたっけ？エンジンは HKS の単造ピストンを使って、はい、おおよそ 2.1 リッター。2.1 リッター。はいはい。フォアをちょっと広げて。なるほど。ってことは、パワーとかトルクってどのぐらいですか？パワーはダイナパックの係数 1.0 かけない状態で380馬力の、はい、トルクが52キロ。とんでもないですね。とんでもない。かなり。まあ、いろんなショップさんあると思いますけど、だいたい係数 1.14 とか 1.15 とか、はい、かけてる数値を皆さんがしてるのかなとは思うんですけど、はいはい、その数値でいくと440馬力ぐらい。ああ、じゃあ出てますね。はい。ブーストは 1.6 で、それぐらいの。はいはいはい。なるほど。はい。ちょっと純正ピストンだとそこまでいくと怖いので。ああ、ですよね。それでちょっと、オーバーホールの時についでに、ピストンは変えてます。はいはい、ちなみに、この仕様で、はい、モバラは何秒ぐらいですか？モバラはエンジン組み上げて、はい、新品タイヤも使って、はい、やって45秒421。421。それが、はい、四駆のレコードタイムとどのぐらいの差でしたっけ？100分の1秒も上げてます。100分の1秒。はい、いやー悔しいですね。もうちょっとなんですね。はい、その時はもうそれで決めてやると思って。はいはいはい。アタックしたんですけど、はいはい、100分の1秒届かなくてどうにかこうにかもっと早くならないかなと今必死に試行錯誤してますね。はい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 。なるほど、はい。まあでも現存する車両でまあ最速な感じなんですかね。そうですね、まあ、僕が知らない人もいるとは思うんですけど、一応サーキットの方にも言ってもらってて、はい、一応現存する車両では、はいはい、僕の車が最速で。かっこいい響きです、ね。本当はね、レコードも取りたいんですけどね。なかなかやっぱり厳しい。なかなか難しいですね。まあ来シーズンに向けて、もうちょっと帰り前転を仕上げて、仕上げて、再アタック したいなと思ってます。なるほど。はい、期待してます。期待に応えられるように頑張ります。はい。サスペンションか。サス聞いてなかったですね。サスペンションは、前まではオーリンで使ってたんですけど、はい、今回は、去年の暮れから、はい、エンドレスのジール、はいはい、ファンクション .com っていう、はい、セミオーダー仕様の足になってますね。へー、はい、これは自分で、自分なりに、はい、オーダーをして作ったものになってます。へー、なるほど。バネとかどんな感じなんですか？バネはフロントが14キロで、リアが10キロ。にヘルパースプリングを入れて、はい、伸び側のストロークをより稼いで、はいはい、茂原の高い縁石に乗った後にも
あのワンバウンドで着地できるように、はいはいはい、そういうセッティングにしてます。それはすごい、先ほどちょっと乗らせてもらったら感じました、はいはい、すごい収まりは良かったです。まあそういう甲斐もあってか、ね、ここまでやね、サーキットに向けて作った車であっても街乗りが意外と快適で、はい、ああなるほど。まあ音はちょっとうるさいですけど、はい、ただ乗り心地はすごい快適で、長距離も全然乗れる仕様になってます。はい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 、という感じでね、こちら あの GDB 最速の車両をちょっと紹介させてもらいました。次の動画あたりで、はい、あの走行のシーンとかちょっとあると思うんで、愛車紹介はこれで以上になるんですけど、次の動画もちょっとぜひご覧くださいという感じで以上です、はい。